んなあ、ジャンクマン、奥さんがご飯作れないって、1000円渡してきたんやけど、ジャンクマンなら何食べる ?1000 円でしょう。晩飯ですか晩飯で1000円。コンビニ弁当500円ぐらいで買って、あとはお酒買うかな缶チューハイ買って、まあ、200円ぐらいですよね。残り300円でつまみを買う。 1000円全部使うの。使った方がいいでしょう。残しといてもね。不合格。そうっすかね。1000円で1円パチンコに行って奥さんが元気になった時にお寿司をご馳走するのが正解です。牛丼2つ買って奥さんに笑顔で一緒に食べようと言ってみる。いや、料理作れないって言ってるんですから、多分病気かなんかでしょ。ワクチンの副反応とかで晩ご飯作れないと。だからこれでなんか今夜は食べてっていうことでしょおそらく。から自分の分だけでいいと思うんですけどね。読みが深い。いや、だってそうでしょ。この時期はね。 多分3回目のワクチン打って疲れてるだけあじゃあ別に寝かしておいてあげて自分の分だけ買って食べればいいんですよその1000円で奥さんの分も何か買ってきてって意味だよでも疲れてるからもうゆっくりね寝かせてあげた方がいいような気がしますよ俺ならそう1000ベロしますよ1000円でベロベロに酔うためにつまみになるようなもんとお酒ですね俺は奥さんにも食べやすいもの買おうよう <laughs> だからほ 奥さん疲れてるって言ってんのに、もう寝たいんでしょ疲れて横になってんのに、枕元にお菓子やら何やら牛丼やら置いて、それで喜ぶと思ってます。いやもうそーっとしておいてあげればいいんですよ。あんな牛丼なんて匂いのきついもん、ダウンしてる時に顔の横に置かれたら匂いで吐きますよ。 疲れてるんだから、相当ふすまをパタンと閉めて、台所で飯食ってればいいんですよ。チーズバーガーなんて臭いってだから、ステーキ丼持ってこう、枕元に牛丼置かれて、ガバッと起き上がってバクバク食ってるのは疲れてませんって、その奥さんは。疲れてるふり。本当に疲れてるのはもう飯も食えないって。やっぱりパチンコで増やさないとダメだカツカレーとかもう匂いのきついのはいいから。さもうゲームゲーム、ゲームですよもう。